少し練習しておきましょう。扱いは普通のカメラと同じ。構えて何か撮影してみて。どうしたの？普通のカメラと同じよ。ファインダーを覗いてシャッターを押すだけ。どうしたの？普通のカメラと同じよ。ファインダーを覗いてシャッターを押すだけ。どうしたの？普通のカメラと同じよ。ファインダーを覗いて。遮影機が映し出すものは隔離よ。つまり隠された世界。それは常よ。死後の世界に近い。見えてしまったものはあまり深く関わらないこと。気をつけないと隔離よに巻き込まれてしまう。これを持って、これが今回の様子。あなたが探すものの手がかり。焦らないで慎重に行きましょう。さあ中に入って。その写真は弔い写真。死者を弔うために撮られた写真で、調べてほしいぞ。ユーリ、待って。気配を感じるわ。それはヨスガが見せる過去の影。残影。残影は目的のものへの手がかりになる。影を追いましょう。この部屋かしら。鍵が必要ね。遮影機を使ってみましょう。
人で探してみて。私はここで待っているわ。この部屋にあるようね。探してみましょう。ユリ、抹茶駅で探してみて。そこに何かあるわ。隠されて見えなくなった。